今日積み上がった作ろうさよなら。はい、それではですね、権威 6.1 の SEO テンプレートのデザインバリエーションについてご紹介します。権威 6.1 では5つの基本デザインをご用意しています。コーポレート版、そしてクール版、そしてプリティ版、そしてヘルシー版、そしてマネー版。それぞれのテンプレートはですね、このテンプレートのリストのページに特徴が書いてありますので、そちらをご覧いただいて、ぜひ活用してください。でですね、権威テンプレートの最大の特徴といえるのが、例えばですね、一つのテンプレートの中に会社概要や取扱商品やお客様の声やニュース、そしてアクセスマップ、そしてリンク集といったように、まあよくサイトを作る際に使うページがですね、あらかじめ入っている。はい、それが最大の特徴です。なのでこの権威テンプレートの HTML 版を適用していただければ、だいたい普通のサイトが簡単に作れてしまいます。ワードプレスの場合はですね、インストール後、一つ一つ、まあ、ページを作っていただくんですけれども、これらの HTML 版のテンプレートをベースにカスタマイズしていただければ問題ないと思います。はい、そしてですね、今回の権威 6.1 の最大の特徴、それはですね、変えるという仕組みです。例えばこれは今 PC で見ている、表示ですけれども、このサイトの幅をこんな風に狭くするとですね、はい、こんな風にスマホに対応した表示に自動的に変わります。ですね、サイドバーにあったメニューはどこに行くかというと、はい、折りたたんだ際にこの下に移動するんですね。はい、でこの位置はですね、テンプレートをカスタマイズしていただければ変更することもできます。はい、こんな風にこれをクリックすればですね、キャッキャッというような、とても便利なテンプレートになっています。でもちろんですね、このレスポンシブウェブデザインをオフにすることもできますので、サイトの戦略に応じてお選びください。で今お見せしたのがコーポレート版、そしてこちらはクール版。はい、同じようにレスポンシブウェブデザインになります。はい、そしてこちらはプリティ版。はい、そしてヘルシー版。そして最後にマネー版。はい、こういう形でですね、PC サイトを作れば自動的にスマホサイトも作れてしまう。それが今回の権威 6.1 の最大の特徴です。ぜひこの権威テンプレートをね、導入していただいて、皆さんのサイト戦略を加速させてください。